はいえー、今回は、えー、3月24日に、えー、行われた、えー、新潟県の、えー、名人戦がありまして、えー、その、えー、第1局をやりたいとお思います、えー、結果的にはあの2対0であの防衛することができまして、えー、と3連覇することができました、はい、じゃあその1局目を見ていきたいと思います、はい、僕の白番ですね 解説には三村かおり先生が来ていただきはいあの大盤解説をねしていただいたんですよねはいまあそうですね最近はこういう手がやちょっと少なくなってきたんですよねあのなんて言うんでしょうかはまあこれはこれで立派な一手だとは思うんですけどまあこういう まあ現実的にな手とかが多いですかね、どちらかというとね、こういう現実的な手が、はい、最近は好まれてますよね。うんはいまあ、当然こう、ここ、かかりもあるんでしょうけどね、まあ、こ,これも普通なあの構想ですよね。まあ、そうするとこっちからかかることになるので。はい ちょっと工夫してみましたねちょっとつけてはい、まあ、実戦は引いたんですけど、まあ、跳ねると、まあ、こうやってこうやってこうやって、まあ、ちょうどねここ挟んできた時にこうあのこちらで頑張ってっていうことですねうんこういう感じで打てる、まあ、こういう構想でしたね ま実際に引いていきまして、こうなりましたと。うん、まあ、飛びはちょっと意外にな手ですね。結局、ま飛んでも、まあ、入る、入りますんでね。その時に飛びがちょっと甘くなる可能性もありますんでね。うん。まあ、こちらに開いておく方が普通かなとは思いましたね。うん。打ってる時は。はい。 うん、そうですね、うん、跳ね、もし押さえたら、角まで行くつもりだったんですよね。うん、まあ、押さえたら、まあ、こんな感じでしょうか。うん、まあ、これを、まあ、こんな感じを予想していましたが、まあ、詰めてこられましたね。で、跳ねまして、まあ、これは切って、 切りには切った方を取るっていう感じですねはいなので切りもちょっと選択しにくいと、はい、いうことでこうなってうんまあ羽まあこうやって打つのもあるんでしょうけどねこれはこれでうんまあ羽で切んで生きれるのでね、まあ、白もしょうがないかなと思ってはいました まあ、こう跳ねて取ってこうなってうん跳ね出すまあこういう、まあ、こういう別れになったんですよね、まあ、結構いい別れでまあ互角みたいな感じかなとは思っていました、えー、もし、えー、こちらから抑えると一、まあ、回抜いて、うん、ちょっとこの時にね黒、まあ、こう立てしようと思えばできるんですけど うん、真っ白はこの切りで打つつもりでしたね。でこうやって。うんあのこう。うん7とやったらこうですか。うんまあツげば取れるんですけどねこ,ここまで聞かされて、まあ、こ,こういうとこに詰めるつもりでしたね。うんちょっとなんだかねこの嫌味があってねちょっと黒も気持ち悪いかなと。うん、抑え え思いましたねこっち外から押さえるのもはいなのでまあ実践はまあいい,いい別れかなと思いますねはい、で打ち込んで すね、うん。まあツとねやっぱり突きコしが見えますからねちょっと継ぎにくいんでしょうかねうんまあ実際をこちらからやってこうやりましてうん今度ね出がありますがこう肩まで頑張ってこられましたねうんまあ手まして ちょっとね引きがやりすぎだったかもしれませんねもしかしたらまあこんなもんで、うん、こうやっておくぐらいだったかもしれませんねうんうんこうやって、まあ、黒はなんかこちらで頑張ってこうとかうん まあこっちで頑張りたかった感じがしますかねまあこうここをやれば何とか取れそうな気がするんですけど黒も3と打てばこっちの幅で打てるとあと今度ここ隅がね相当気持ち悪いんでまだね手があるかもしれないですうん、まあ、こういうとこ付けられてもね相当取れないんですよね 例えばですけどこうやってこうやってこうやってこういう継ぐような格好になればなかなかこれはこういうような感じがありましてこれはちょっと生きられてしまいますからねうん結構ね味よく取るのは結構大変ですから白もこういう方が気持ち悪いですね白は実戦動いてくれたというかねこっちで打ってくれて 隅からうんまあこれはちょっと隅を固めましてねちょっと味消しだった可能性もありますねはいうんまあこう,こうやる相場かなとは思っていましたねこうやったらこうやってまあ押えて頑張って っていう感じかまあうんまあオさえもね効かないんでねちょっとあれですけどねうんまあ多分ちょっとね自信がなかった感じですね黒はこれですとうんはいまあ黒はここでな,なんかこっち打つのが有力だったんじゃないかなと はい、なんかうんこちらで勝負すると3-3も気持ち悪いですからね例えばこういうような感じになればなかなかこの白もさばくのが大変でとりあえず先制攻撃したかったでしょうかねうんこれも十分考えられましたね先にねまあ実戦は まあ、まあ生きに来てくれたというかまあ生きたのでうん、まあ、黒も白もねこの種石を取ることができましてこの辺りで少し優勢を意識しましたね、うん、ただそういえばここ,この問題がね実はありましてここはすごい手が残ってましてあの両者対局者 どちらも気付かなかったんですけどうんあとうんここの場面出てきたらねまあ最後ちょっとやりたいと思いますここの手のつけ方をねはいまあ僕もあとは固く打てばいいんですが 結構頑張ってるんですよ、ね、うんまあこれとかもねまあほはここまでしなくてもいいですよねなんかかまあこのぐらい打っててもうんよかったですよねうん。 ここ,がここの問題が、うんこ、この手もね、やりすぎっていう感じで、まあ、何かあの、うん、備えておくんでしたね。どこかわかんないですが、まあ、ここら辺備えておけば、硬、うん、かったですね。<laughs> 出てこられまして、ねまあなんとかなると思ってたんですけど意外と難しかったですここ打たれるとうんまあ実戦繋いだんですけどね次ではこちら打って目を取る方があの外、ー、際どかったですね 白はここを頼りにちょっと打っていくんですけどえ例えばこうやったらこういうような感じでえっ、ー、とこうやれば目は取れるんですけどこれが先手になってあの切、ー、りからねうん。 えーとまあこうなんですけどまあそうでまあ鋼材ねここにあるんでねちょっと白もね大変というかああとそうそうこ,のここがあればまあ切らなくてもここがあったんですよねここがここの切りがね切りがあるのでちょっとこの図もあの怖いというかもう切れてますんでね まあお互い怖いような、うん、なかなか、まあ難しいというかね、これ、まあこういうような、これもまあ、えっと、まあこれにはこうなってるところ、まあ打たない方がいいのかな。まあ結局、切り、あの、切りからね、 あすごい難しいんですけどねうーんこれどうするんでしょうかね切,切るのかなうん切ればまああの切れましたからねこれにはここのこうここでこれも そうね、あのー、黒もこれ全体が危ないので結構,やや結構なんかや,ややこしいというかでも黒はねこういうこれがちょっとチャンスでしたねでも黒はね、うん、実戦をつないでくれたんであのー、これでねあのここの石が生きてまああとは数で打って投了されたんですが。 実はですねここがすごくあのすごい手がありましてねここに置く手がどうやらあったみたいですねこれがえっ、ー、とこうやりますとこっちを伸びまして抑えはこうやって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 あの3目は取れるんですけどねこうやって3目中手になってしまいまして うん、これは全部死にそうなんですよね。うん、妥協、これもこうやられまして、これもこれで死んでいる形です。うん、だから、これもこうやって、ま、こっち継ぐと、ま、こうやって、ま、このこうとか、 こういうこうとかになるかもしれないんですけどねでも相当しんどいでしょうね継ぐことができないのでおそらくうんこっち渡れないですしねこれは全然ダメですよねだからどうも妥協する手もなくてあのー これ,はでね、これでこうですからね、このところが花見こうになってはしまっては大変だったですね、うん、こう両者気づいてなくてね、ちょっと、うん、曲後に指摘されまして、はいこれは、うん、すごい大変なところが残っていましたね、はい、うん、ここはちょっと、うん、手にされなかったのは幸運だったですね。 こ,れでまあ、この後はこれで第1局を勝ちまして、はいえー、続いて第2局も、えー、明日やりたいと思いますので、はいえー、お楽しみにしてください,、はい。じゃあこの後はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼いたします。